です。今回は採血注射を失敗する時の原因トップ3について話をしていきたいと思います。これは僕自身が新人だった時によくやっていたことを振り返ってみてのトップ3です。きっと看護師になったばっかりでこれから注射で悩む看護師さん多いと思います。僕も本当に看護師になりたての頃何度も失敗して本当に悩みました。だから貴重な時間を使ってこの動画を見てくれている皆さんには僕と同じ失敗や悩みをなるべくしてほしくないんですよね。そして少しでも看護をすること自体が楽しいって思ってもらえたりやりがいを感じてもらえたらと思ってこの動画を作っています。だからこの動画にはこれまで僕が失敗したたくさんの経験が生かされています。看護師さんの中には自分で勉強しなさい経験しなさいって言ってくれる看護師さんたくさんいます。それも決して間違っていないし僕自身そうやってなんとか乗り越えてきたという事実もあります。だけどその悩みをきっかけに辞めていった看護師を何人も見てきたのも事実です。僕はもうそういった看護師をこれ以上見たくはありません。その思いでこうして注射や採血の動画をこれまで何本も作ってきました。そしてこれからも作っていこうと思っているので見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。ただ YouTube をすること自体の経験も浅いし本当に至らない点や分かりづらい点もっとこうしたらいいのになって思う点たくさんあると思います。できる限り伝わりやすくするためにいろいろと考えて工夫しているのですが企画撮影編集チャンネル管理のすべてを一人で行っているのでちょっとしたことでもいいのでコメントしていただけると本当にありがたいです。それでは早速内容に入っていきましょう。採血や注射を失敗する時の原因第3位はルートキープする場所が指定されているです。僕がよく会ったのはルートキープする際の話です。当時僕は看護師になりたてで手術をする患者さんのルートキープをするのが本当に毎回ドキドキしていたことを思い出します。ドキドキする理由もあって僕は急性期の整形外科の病院に勤めていたんですよね。本当に毎日のように手術がありました。そして多分病院ごとに独自のルールがあると思うんですけど怪我や骨折をしている部位でルートキープする場所が指定されていました。上肢の骨折の患者さんのオペは必ず腱側の上肢でルートキープします。またできるだけ末梢である支配でキープすることが指定されていました。そして新人である僕に追い打ちをかけるルールがあって手術患者の場合20ゲージっていう太い針でキープしなければならないっていう鬼の関門があったんですよね。これは本当に新人の僕にとってはかなりのプレッシャーで若くて血管が出ている人なら全然問題ないんですよ。だけど主肺に血管が出ていない人や主肺の血管が蛇行している人なんてのは本当にめちゃくちゃ新人の僕に何度も挫折を味わわせてくれました。だから僕は毎回手術担当になったらまずは患者さんに挨拶にしに行ってルートキープできるような血管が出ているかどうかを見させてもらうところから勤務が始まるなんてこともよくしていました。まあそんな感じで注射や採血を失敗する原因の第3位はルートキープする場所が指定されているでした。そして注射や採血を失敗する原因第2位は準備不足です。これはいろんな状況でよく僕が失敗していたんですが採血する際の話です。採血ホルダーで採血する際に新人の頃って採血できる血管を探すことや針を刺入することばかりに気が取られすぎて無事に血管に針が入った感覚はあったのに採血スピッツが手の届かない位置に置いてしまっていてスピッツを取ろうとして針先が動いてしまって失敗するっていうことが本当に結構あったように思います。一回失敗したら次からは失敗しないような気がしますよね。だけどねそれがまた失敗しちゃうんですよね。どうしても注射をするっていうプレッシャーが新人の時ってすごいんですよ。だから血管を見つけることや注射をすることに意識がいってしまうんですよね。そしてまたスピッツを遠くに置いてしまうなんてことを本当に何度もありました。他にもルートキープの際も血管を探したり針を刺すことばかりに意識がいってしまって留置針の留置はできたのにエクステンションチューブの接続にもたついてしまうっていうことがよくありました。僕が新人の頃使用していた留置針は逆流防止弁のついていないタイプの留置針ってこともあって留置針を留置した後にエクステンションチューブをつなぐとき圧迫止血が必要なんですよね。そしてそのエクステンションチューブのキャップを緩めておくっていうのが鉄則なんですけどそれをどうしても忘れてしまうっていうことが本当によくあったんですよね。だから圧迫止血をしながらキャップを緩めていると圧迫が緩んで血液が逆流してシーツをめちゃくちゃ汚してしまったり何度もしました。もうねこれはルート確保自体は失敗していないんですけどシーツが血だらけになると患者さんは本当に不安になるんですよね。もうこの看護師さん大丈夫かなって。だから本当に逆流防止弁がない留置針を使っている人はあらかじめキャップを緩めておくっていう準備が大切っていうことも覚えてもらうといいと思います。他にも固定のテープを使用する分だけ切ってすぐに手に取れる位置に準備したり採血する際は
ばルート確保する際に一緒に採血したりするっていうことがあるんですよね。そんな時は注射のシリンジはもちろん準備しておくんですが、血液が凝固する前にすぐにスピッツに血液を移せるようにスピッツに注射する用の注射芯を準備しておくことが大切になります。このように本当に準備というのは大切になってきます。準備という範囲では患者さんの準備ということで、採血する際に血管が出ない患者さんの状況を把握して事前にホットタオルで温めたり、上肢を加水させたり、マッサージをしたりするなどの患者さんの準備もしておくといいと思います。この血管が出にくい人への対処法についてはこんな動画も作っているので見てもらったら役立つと思います。それではいよいよ注射や採血を失敗する原因第1位は慌てるです。皆さんの病院は忙しくありませんか？看護師の仕事って本当に忙しいんですよね。多分ほとんどの看護師さんは忙しいって答えると思います。もうね、看護師の仕事ってなんでこんなに忙しいんだろうって思うくらい忙しいです。一人で患者さんを10人近く見ながら患者さんのスケジュールを調整したり、バイタルサインを測ったり、静止をしたり、シャワー浴の解除をしたり、包帯の交換をしたり、傷の処置をしたり、記録をしたり、看護計画の見直しをしたり、もうね、言い出したらキリがないほど本当にすることが多いんですよね。その中の一つに注射っていうのがあって、この注射に時間を割かれてしまうと、さっき言ったような怒涛のすべきことがスムーズにできなくなってしまうんですよね。そうなると仕事できない人のレッテルが貼られちゃったりして、先輩看護師に認められなくなっちゃったりするんですよね。どうしても看護師ってチームで仕事をすることが多いので、自分がスケジュール調整できなくなると周りがフォローするっていうことになるんですよね。気持ちよく優しくフォローしてくれる看護師さんだらけの職場で働けるならいいんだけど、そういったわけにもいかなかったりするし、その人間関係で悩む看護師さんが多いんですよね。だから注射や採血は1回で成功したいし、できるだけ時間をかけたくないんですよね。その思いがどうしても空回りしてしまって慌ててしまうんですよね。そうなるとしっかりとした準備ができなかったり、適切な血管が選べなかったりしてしまって、結果何度も患者さんに痛い思いをさせてしまうことになるんですよね。しかも時間もかかってしまうし、患者さんに何度も痛い思いをさせてしまった自分を責めてしまったり、1日のスケジュールがスムーズに進まず、周りの看護師から当たりが強くなってしまったりするんですよね。本当に悪循環の始まりです。そうなると全てが負のスパイラルに乗ってしまって、うまくいかなくなってしまうきっかけになったりもするんですよね。だからこの慌てるを注射や採血を失敗する原因第1位に選びました。じゃあどうしたらいいかっていうところも話をしていきたいと思います。それは結論、しっかりと準備をするということです。この準備にはたくさんの要素があります。ここでは3つのアクションプランをお伝えします。まず1つ目は知識的なものとして注射や採血の手技をしっかりと頭の中に入れておくです。これは基本中の基本で、ここについては自分の信頼ができる、これはという参考書を一つ持っておくといいと思います。僕が新人の頃お世話になったのは、ネジコの秘密主義という本です。これは本当にわかりやすい本だったので、おすすめです。リンクも貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。そして、二つ目のアクションプランは、患者さんのベッドサイドに行った際は、血管選びや注射芯の刺入にばかりとらわれず、ルート確保や採血刺入後の状況をイメージして、必要なものを手の届く位置に確実に準備しておくということです。これは一つのことに集中してしまうと周りが見えなくなってしまう僕のようなタイプの人は特に意識しておくといいと思います。そして3つ目のアクションプランは、1日のスケジュール調整がスムーズにできるように患者の情報をしっかりと取っておくです。注射や採血を慌てずできるように余裕を持ったスケジュール調整を事前に行っておく必要があります。そのためには情報収集をしっかりとしておきましょう。慌てることはなく、しっかりとした準備ができ、成功率が格段にアップします。いかがだったでしょうか。今回は注射や採血の失敗する原因トップ3についてでした。他にも僕とは違う原因もあるよっていう方もいるかもしれません。もしそういった方はコメントしてくれると僕も勉強になります。ちょっとしたことでもいいのでコメントしてくれると本当にありがたいです。またこのチャンネルでは注射や採血についての動画をこれからもどんどんアップしていこうと思っています。少しでもためになった、次回も見逃したくないと思った方はチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。